マイ。Please select your character. はいはい、はい、さあ行きましょう。アトライチ対マッチの前です。ドグアから返して、中段ガード。ワオ。西井がカウンターしたところでバースト。イメージでカット飛んでくる。オーディーして。ジェン。さあ上からスズランでカット飛んできた。クラッシュ取りが動いた。一方選手したのは前。レベル2アクション。そしてはじめカウンター。さあ6入れ込んでいたので、そこからうまいことコンボにつないでいきます。普段ガードいけな。クロー、CA で綺麗に返す。負け抜けて自在くん。さあこれはうまいこといかない。さあまだ前あるぞ。クロー飛びつく。あーっと姫よりカットでいった。やるのね。1-1でファイナルラウンド。しかし遠くでカウンターするが、いいカウンター。ボディ様子見、後ろだけ。さあ相変わらず2枚悪いが減る。大事ブランガード、相打ち。おっとバッテン流イソ出ないマン投げ抜ける。さあどうだ、ここから巻き返しはあるのか。補正切ってバート使った。あるぞ、吸引層突き抜ける。さあこれは悲しい。投げから吸引層が出ませんでしたということで、ここから逆転負け。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. まだまだ、セール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 、セ
さあ、いろいろあって、ナイチが大幅リードからの画面端、極真無双倒しきる。一本先取したのはライチ。伸びていく。いろいろあって、ゲーダン。バーストしていく。さあ、棒ブンブン投げていきます。じゃあ、ミディ止め味。おっと、ポーポーで暴れて、くなげ。あーっと、いろいろあった。さあ、いろいろあって、アットが取り返します。一時的にマイク変わりまして、ユエメラです。これ3戦目で合ってます。3戦目で合ってる。カウントは 1-1。 患者さん、 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action。 小田川教授取って、飛ばすわよ。やるわね、やるわね、やるわね。おろせない。おっと、これは痛いかと思ったが拾えない。すごいな、どこにコーパンが当たる。コカバート、コーパンヒット、しっかり落として。コーパン指導だけど2500結構減っている。ほら、おいしい、うまい。今のは判断いいっすね。地上だけどラップキャンでしっかりコンボ伸ばして倒しきり。イージアの選手は待ち。おと、何があったんだ。前の2シート大地の何かがお互いにカウンターした感じ。粘着、中段はガードする。ここで攻めが切れて、すごい空中センター。じゃあ足叩きつけてカウンターなので拾えます。これはわざとなのかセットプレーなのかわからんが、硬直はないので投げが通る。たまらずバッと入っていく。たまらずというか終わっちゃいそうでしたね。ここはカーキャンが強を切る。しっかり肩を切り、ここは待ち前が0-2で取っていく。カウントは 2-1 で待ち前が1本優勢。
マイさんにアドバイスを尋ねてる町前ですが、中段ガードしてアドバイスというか、それができたらまあ勝てるんですよ。クエ投げ通す。ここは早めにバーストです。いいイメージ光らせて停滞反撃、裏回り、画面端背負ってるけど、おっさんがカウンターしている、動こうとしている、全然は通さない。そのまま寝てて、レベル2、リーチは残ったな、間違い。おっと、中段変わっている。アドバイスは生きていますよ。オープンアドバレが的確なんですが、今の勝利は何でしょう。空台行く、ライチが落としていく。中段ガード、中段当たる、2本目は無理。おっと、ちょっといつもと違う流れでリズムを崩していった。ライチが1本取り返す。1本じゃないですね、1ラウンド取り返して、1-1。ジャンシーしっかりと包丁に刺していく。様子見、バイク間に合わない、めくり、ここは中段が通る、バースト入っていく、ゲーダンスか、チューン、ゲーダンが通る、うわー、リバサースズランからおっと、これはバースト読みか、うわ、寝返しだ、空を切る、なんだなんだ、ぐちゃったが、バースト溜め込んでしまった。待ち前が2連勝、カウントは 3-1 ですね。カウントは 3-1、 待ち前が優勢で5試合目。うわーすごい、いやー中段よくガードしますね。2本目当たってますけど、やっつんだ、いやー、グータイク、棒がちょっと邪魔か、前のジャンシェがヒット。お、さっき見たぞ、ここでパナしていく。ディストーションから拾って倒しきる。一夜のボタンが待ち前、スラメ返しはガードされる、ちょっと安い、安いけど、まあまあ端に運べば、うまい、うまくない、
クールアタック。クールアタックだ。おっと、拾いをちょっとミスった。おっと、棒が普通に当たっている。これはゲージがあるので終わるでしょう。一本取り返して最終ラウンド。うわー、1ラウンド目にも見た。投げが取る。ここはバースト、流れを断ち切りたい。投げ抜けている。またしても裏アタック。まああれはね、無理ですよ。中段をガードしているが裏アタックだ。大地めくり多いですね。ここはゲージを吐いて端から逃げたかったが捕まってしまう。クラメ返し、投げが通っている。これはさすがに足りないか。あー、足りそうな匂いがしたのに。なんてことでしょう。カウントは町の前が取ったのでカウント4-1ですね。マイク戻します。はい、衝撃的な瞬間を見てしまいましたが、実況下級に戻ります。今のは悲しいな。 75% あって足りたと思ったんですけどね。さあ、そして、分からせリーチとなってしまいました。さあ、ださっきは、さっきのね、マイスター戦、アットマイスター戦はこの 1-4 の状態から4-5まで、まあ、敵敗まで持ってきましたんで、まだ分かりませんよ。値段ガード、クラッシュトリガーもガード。いやー、写真投げが来る。中段バソー、たまらないといった感じでバソー。さあ、ズズランから突っ込んでくるが崩れてしまった。これはまあギリギリ残るが、さあ、チュンハクハスをつないで位置を入れ替えて、こっち武装崩れない。さあ、ラッキャン 4D が当たって、これはバーストたまらない。ギリギリ一本選手したのはライチ。おっとなかなかレアな状況をしています。さあ、この本命の暴れ潰しの肘が当たってしまう。痛い。左に投げて、さあ、これだけは見えましたが、ここは第一が取っていきます。手がジャンシーが速い。さあ、ジビーカウンター。第一カバン。さあ、火力は出せない。投げは抜けて、手段ガード。さあ、6にラフキャン投げは抜ける。おう、相打ち。さあ、ジビーカウント。
これは出ました、リュウイーソー。さあバタも粘っていく流れになるんでしょうか。セットカウント 2-4、 踏ん張ります。これはターンの立ち火 6C が見えたが、バーストしっかりしている。C が強い。西ちょわめ返して返す、強気だ。手貸し B カウンターして、うわ難しい拾いを決めていった。スライド発みたいな感じでね、うまく拾っていきました。一本で練習したらライチ。さあ西井のスカ硬直に走り込んでいって、まずは前、さあ構えからの下段、表 4B マイクしたんですが、地上ヒットで何も起きず 1-1 でファイナルラウンド。4B かかるが問題ない。値段さあ 4B 体育はうまいこといなして、ここの隙にコンボを入れていきます。さあお願いしガード、あそう決め入りから攻め込んでいく。さあこれさっきも見た気がする、スズランの表裏をしのいでいるんですが、ラピキャンから攻め継続のタッチがフェイタルカウンターというわけで決まりました。本日2組目アットライチ対、マチの前は 2-5 でマチ前の勝利となりました。2人ともお疲れ様でした。あとこれは、いえ私のは違うんですよ、はい、すみませんがあなたの力にはならないと思います。はい、GWB2 組やりましたが他は大丈夫ですかね。3組目は希望はなさそうかな、もう普通に対戦してるから。じゃあ、これで終了したいと思います。